高等癌の放射線療法後の頸椎の放射線、小骨絵誌を示す MRI。放射線小骨絵誌は、癌への放射線療法において、放射を受けた骨が絵誌、露出をきたす深刻な合併症。多くは、頭計部が案の治療によって、高校で生じ、放射後5年以上にわたって、発症の可能性がある。典型的な所見、症状としては、痛み、咀嚼困難。 開口障害、口から皮膚への老行、及び難治性海洋が知られる。放射線小骨絵師の病態整理は非常に複雑であり、放射線治療による DNA 損傷、細胞死のため骨組織の劇的な変化を伴う。主要細胞を標的とする照射は正常細胞にも影響を与え、骨組織の絵師をもたらしうる。放射線療法の進歩によって、 骨影誌の発生率は低下し、現在ではおよそ2%とされる。危険因子として、腫瘍の大きさ、部位、喫煙歴、糖尿病、歯科疾患が知られている。予防及び治療は困難。現在の予防法は、過剰な被曝を避け衛生状態を保つことを目的としている。治療法は、提供者と重症度に応じて異なり、抗生物質による薬物治療、 高気圧酸素療法、外科的そ面切除、または再建と多岐にわたる、特徴的な臨床所見に乏しい、難治性の骨露出として見つかることもあり、これに先駆けて、ひとい的な所見を示すこともある。症状は程度に応じて異なる。口、顎の痺れや、近く異常が、初期の指標となりうる。その他の所見、症状は、以下の通り、症状が明らかな場合、 可能な限り直ちに担当の医師、医療チームに報告する必要がある。放射線小骨医エの液学は推定困難とされる。以前の研究では発生率4.74から37.5%と報告されているが、最近の報告では2%と推定されており、これは放射線療法の改善によると考えられている。放射線療法は、 主に DNA 損傷を引き起こす細胞肢を誘導することでガムを破壊する。ガムの主要細胞では、正常で健康な細胞が放射線による損傷から回復することを可能にする DNA 修復機構の変異が高頻度で生じているため、放射線による損傷を受けやすくなっている。しかし、照射が過剰であれば正常細胞でも DNA 損傷が生じ、組織変化や絵師をきたし得る。 放射線消防ネエが1922年にリゴドによって最初に報告されて以来科学者は正確な基準を調査し治療法の確立を支援してきた何年にもわたっていくつかの競合する理論が出現しその結果承認されている治療法が変更された当初放射線小骨ネエは放射線照射外傷感染が組み合わさって生じるとされていたこの考えによれば 放射線による損傷は骨を弱くし、外傷による微小骨折の影響を大きくし、細菌の侵入を可能とする。この理論によって放射線小骨絵師は骨髄炎の延長として位置づけられ、主に抗生物質による治療がなされた。1983年になると、著名な高校外科医、学顔面外科医であるロバート・ E ・マークスが外傷と感染を要件とする主張に反論した。 マークスによれば、放射線小骨ネ子は放射線による、累積的な組織損傷の結果であり、細胞代謝、向上性が障害されることで、細胞死、低細胞化が生じる。さらに放射線は、血管内皮細胞の損傷を引き起こし、血管の乏しい、ひいては低血流かつ低酸素の状態を作り出す。下骨が主に下肢動脈に栄養されるのに対し、上骨は、 様々な動脈によって栄養され血液供給が豊かであるが、これは化学骨が上顎骨よりも影響を受けやすいことに合致する。つまるところマークスは放射線小骨ネイ師は本質的には低細胞、低血流、低酸素の組織であり、慢性の難治性外傷のように振る舞うと考えた。高気圧酸素療法が放射線小骨ネイ師を予防することを示す。 マークスらによる最初の報告もこの理論を支持した。しかしその後の研究では HBO の有効性について疑問が生じ始め、マークスの理論が治療の決定にあたって十分包括的かどうかが疑問視され始めた。現在の理解は主に放射線、誘発性線異常的な過程を提案したダラニアントレフィックスの研究に基づいている。 実験技術の進歩とともに骨絵師標本について、より詳細な研究を行えるようになったが、標本の分析により、放射線小骨絵師をきたしている組織が一前線以下、木、に構成的組織化、木、三後期線萎縮期の三段階を経ていると知られた。前線以下期では、放射線による内皮細胞の損傷のため血管が破壊され、TNFαFGFβTGF ベータ1などの炎症性サイトカインを介して炎症細胞と繊維目細胞がリクルートされる。さらに骨内の骨芽細胞が損傷、破壊され、正常な骨組織の酸性が減少する。構成的組織化記では繊維目細胞は残存し、上記のサイトカインによって筋繊維目細胞に変換され、骨内で繊維性の細胞外マトリックスになり始める。 筋繊維目細胞による細胞外マトリックス酸性増加は骨が細胞による類骨の酸性減少と相まって骨組織の脆弱化をもたらす。最後に後期繊維移縮期では筋繊維目細胞が死に始め弱い繊維性組織が残るため骨は低細胞性となる。これらの組織は脆く外傷、感染による損傷を生じやすく、 前線以下期に血管が減少しているため、修復能力、防御能力をほとんど失ってしまう。病態整理をこのように捉えると、現在の治療法は、炎症性サイトカインの減少、DNA のフリーラジカル損傷の減少を目的としていることになる。確定診断後の治療基準として有用である。現時点では広く承認されている、予防、治療方法はなく、多くの場合は、 病態の程度に応じたものとなる。現在では多くの予防法が提案されているが強いエビデンスを有するものはない。このため医師と患者が最善の治療の判断を行う際にも不確実性が伴う。異なる基準による病気分類がいくつかあるが最も新しいのは野野分類である。野野分類は病態の進行、治療への反応性などの情報を用いず、 X 線像及び臨床所見のみに基づいている。この分類において、低悪精度のものは保存的に治療し、病的骨折を合併する進行性のもの及び高校皮膚老校は外科的に治療するものとされる。放射線療法以前歯科によるアセスメント放射線療法の前に、修学的なケアと歯科によるアセスメントを行うことが推奨される。 強度変調放射線治療を併用しつつ厳密な予防レジュメを用いた患者では骨矢死を生じなかったとの報告がある。バッシュバッシュは主要な危険因子であるため、かつては照射の前に全ての歯を抜くことが勧められていたが、多くの欠点のため現在は推奨されない。放射線治療前、治療後のバッシュにおいて骨矢死の頻度はほぼ同じだとする研究がある。 予後不良の歯の抜歯は推奨されている。また、高校ケアに関連し、将来的に生じうる問題も考慮する必要がある。例えば、重度の開口障害が生じ技師が処方された場合、技師による外傷が放射線症骨ネーを引き起こす可能性がある。患者の希望も考慮に入れる必要がある。抜歯を要する場合、放射線療法の前に治療を災害化するため可能な、 限り早く済ませるのが理想である。ある研究では放射線療法の最低14から21日前が推奨されていたが、放射線治療前、後の抜歯で比較を行っても、骨矢種の頻度にはほとんど差がないため、照射の開始を遅らせるべきではなく、または死死の際には浸襲を最低限にとどめることが推奨される。予防レジメン歯磨きの技術。 習慣を高水準に保つことが重要。統計部放射線療法を受けている患者では、高校の痛みを覚える可能性があるため、柔らかな歯ブラシが好ましい。クロルヘキシ人口内洗浄液は歯磨きと組み合わせて使用できる粘膜が痛む場合は、投量の水で希釈することができる。復活物に関するレジメントして、高復活物、歯磨き粉。 復化物ゲルを塗布したスプリントの1日10分間の着用、アルコールを含まない復化物口内洗浄液のいずれかが推奨される。開口障害のためにスプリントやトレーが高校後部に届かない可能性があり、患者の高校状態に鑑みて調整する必要がある。味覚異常や粘膜潰瘍のため、しばらく歯磨き粉や口内洗浄液に耐えられないこともある。 患者が高校ケアを行うにあたって、また歯科医による放射線治療中、治療後の経過観察のため予約を取るにあたって、モチベーションを高く保つことも非常に重要である。痛みや高校乾燥症を和らげるために、経口製剤を処方する際には、歯に損傷を与えうるものを避けるため、患者には完璧な理解が要求される。処方される。 代用唾液はすべて pH 中性でなければならない。放射線療法以降患者は依然として放射線腐食、刺繍病を生じやすく、高校乾燥症を有する場合、歯磨きが行き届かない場合はより一層生じやすい。伐死よりも鼻位治療を優先する必要があれば、修復治療、または刺繍治療を開始することとなるが、開口が困難な場合は、鼻治療が困難、または、 不可能となりうる。歯が修復できないと思われる場合は、装飾を行う。短縮歯列を利用できる場合は、義歯を用いないことが推奨されるが、義歯が必要かすでに用いられている場合は、定期的にチェックを行い、義歯による外傷からの骨粘脂を避けるため、圧力領域を調整する必要がある。放射線療法後の抜歯放射線療法後に抜歯を、 行う必要がある場合は、レコメンドがなされる。放射線小骨絵師のリスク評価は、放射線量、v お及び橋の難易度に基づいてなされる。リスクと、初期兆候に関する情報はすべて患者に提供する。レコメンドの概要は、以下の通りだが、抗生物質の最良のレジメント、高圧酸素療法の使用についてはいくつもの議論がある。抗生物質多くの研究が、 放射線療法後に抜歯を要する場合に予防的な抗生物質投与を推奨しているが、抗生物質レジメンの薬剤選択、投与のタイミング及び期間に関して広い合意は得られていない。ある研究によれば、1986年以降の症例では、放射線療法後の抜歯後の骨死の発生率は、抗生物質処方症例で3.6%。 抗生物質処方の記録がない症例で2.6から3.4%であり、リスク低減において差が生じない。これに基づけば予防を目的とした抗生物質レジメンは最高を要するかもしれない。高気圧酸素療法1986年以降の研究結果によれば HBO を用いずとも骨壊死の発生率は 非常に低く、むしろ HBO を受けた患者ではわずかに高いことが示されている。HBO の予防的な使用はいくつかの研究で推奨されており、国欄レビューは骨矢詞がいくらか減少することを示唆しているが、エビデンス不十分のため他では同意が得られていない。研究に参加したイギリスの顎顔面外科医の多くは予防的な HBO を推奨したが、 その手法は統一されていない。保存的治療外科治療戦略医学の進歩とともに分子レベルでの治療に関する研究が増加している。以下に列記した薬剤は病院一種の治療のため開発された。ありがとうございます。